皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はですね、こちらの焼酎鉄馬のレビュー動画となります。これはですね、芋焼酎になりますね。樽熟系の芋焼酎です。ではレビュー行ってみたいと思います。まず海鮮地なんですが、少しですねロウのような香りがします。これですね、実はですね、同じ岡玉酒造さんの無瀬の浜亀第二の森蔵というふうに噂されていた無瀬の浜亀もですね、最近開けた晩酒の灰というのもプラスチック系の蓋で、それがですねどれもなんかちょっとくすんだ香りというか、少しロウみたいな、そんな香りがするんですよね。これちょっとあまりこの蓋は良くないんじゃないですかね。他の焼酎メーカーさんであまり見ないんですけど、なんか結構確率があまりに高いというか、開けた当日の香りが変な感じしますね。まあ、今回もですねそんな感じで少しロウのような香りがしました。後日大丈夫になっていたんですけど、一応その海鮮時はそうなりましたね。その後にカラメルのような甘さのある香りが、タルコですね、それが広がります。ロックにすると清々しい香りになりました。口に含むと酸味含みでみずみずしい口当たり、軽い甘み、強めの渋み、程よいコク、後味は苦味を帯びていて、タルコはしっかりと感じます。芋らしさはほぼ感じず、まるで洋酒のような佇まいですね。1対1の水割りにすると、タルコやカラメルのような風味が目立つようになります。爽やかなんですが、苦味混じりのコクもしっかりとありまして、美味しいです。ウイスキーと比較してみようと思いまして、角瓶20とミネラルウォーターを 12ml、 あと鉄馬の方はストレートですね。そうするとですね、共にアルコール度数が25度になります。でそれで比較してみますと、まず色はですね、角瓶の方が濃いですね。甘く染み入るようなコクのある角瓶に対して、酸味があり芳醇な美味しさの鉄馬です。序盤から素直に樽っぽさが感じられる角瓶に対して、鉄馬は後味寄りの樽香がかなり強いですね。コクがあって強い美味しさだと感じるのは、これは断然鉄馬の方ですね。まあ素直な味の広がり方があるのが角瓶の方だと思いまして、甘み旨味の調和の取れた美味しさではあるんですけど、これはですね鉄馬の方がウイスキーっぽい感じがあると思います。ちょっとですね、角瓶だと少し手に負えないところがありまして、山崎ノンエイジを持ってきました。そして同じ割合で25度の山崎を作ってみたんですが、山崎ノンエイジの方が香りは素直に甘いです。口に含むとふくよかな樽香、甘み旨味が広がる山崎に比べて、鉄馬の風味樽香はちょっと浅いと思いますね。樽熟成酒として深みがあるのは、これはさすがに断然山崎の方になってしまうと思いますね。しかし比較してみると、芋ならではの甘みを伴ったコクが鉄馬は強いと思います。お酒としての完成度は正直山崎ノンエイジの方が上だと思います。しかし鉄馬には別の魅力を見出すことができますね。1対1のソーダ割りにすると、飲み応えは増した印象です。苦味やコクが強いですね。全体的な印象なんですけど、まあやはりですね、これは芋焼酎の範疇はまず超えてるんじゃないかなと。本当にウイスキーみたいな感じですね。まあ、たまーにですね、このチャンネルでもウイスキーっぽい感じの焼酎扱うんですけど、まあその中でもですね、やはりズバ抜けてウイスキーっぽい、そして対抗していけるような、そんな焼酎になりますね。あとこちらの名前の由来は、まあ、ラベルですね、ちょっと分かりにくいんですけど、ラベルにエンジンの絵が描かれていまして、これはズバリ鉄馬というのはハーレーのことですね。
で、これはですね、小玉酒造さんの社長さんがハーレー好きで乗っていて、あとこれ作られている杜氏さんの方もハーレー好きで乗っているみたいですね。まあ、こちらの鉄馬以外にもヘビーオンスという焼酎なんかも確かハーレー関係のものだったかと思います。入手の方なんですけど、これがですね、身の回りで一切売っていなくて、僕はネットで買いましたね。これはもうネットで買うしか基本的には入手方法がないのかなと。あとはどうですかね、よほどこの銘柄に惚れ込んだ酒屋さんがあれば話は別かと思うんですけど、あとは九州の方だと、まあやはりこの辺よりは若干売ってるんじゃないかなという感じはしますね。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。